ダイワフィールドテスターの大野由紀です。前回の動画では、シーバスフィッシングの基礎知識、それからシーバスを釣るために必要な道具、それからセッティング、これらについて解説してきました。で、今回の動画では、実調を絡めて、キャスト方法、ルアーの投げ方、それからルアーの動かし方、釣り方ですね、そういったところを解説していきたいと思います。実調を始める前にシーバス釣りに最適なシーズン、それぞれね、いろいろあると思うんですけど、それについてちょっと触れたいと思います。シーバスっていうのは、全国的にいて、地域差があるので、一概には言えないんですけど、僕がホームグラウンドとしている東京湾奥、このエリアを例に挙げてお話しすると、まずは春、春はですね、いろんな、シーバスにとっての餌、これが出てきて、どんどんね、魚がシーバスが、沖の方から、岸の近くに入ってくるようなシーズンですね。その小魚、それ以外にも小さいエビだったりとか、網っていうのとか、あとゴカイですね、虫みたいなものですね、そういうのを食ってたり、餌の中でもこう種類とか幅が増えてくるようなシーズンなので、釣り方にもこう多様性が出てくるようなシーズンですね。その次は夏、夏になると、水温が一気に上がってきて、場所によってはその高水温が嫌で魚が入ってこないような場所もあります。なので、基本的にこう魚を探すときはなるべく海側に面したエリア、それから運河の中でも潮通しのいいエリア、潮通しがいいっていうのはこう流れが出やすいエリアですね、こういったところに、プランクトンが集まったり、それを目当てに小魚が集まったり、でその小魚を目当てに、シーバスも集まったり、小魚がいないときにはエビだったり、カニ、そういった甲殻類を食べる魚がいるので、そういった魚を狙っていくスタイルになります。で、次が、本格的な、ハイシーズンとなる秋ですね。秋になると、大規模な小魚の群れが大挙して押し寄せることが、よくあります。これ毎年ね、必ず起こる現象なので、1年の中で最も、釣りやすいシーズンと言われるのがこの秋です。代表的な餌でいうとイワシ、それからサッパっていう魚、それからコノシロですね、それに釣られて、大量のシーバスが入ってきて、比較的初心者の方でも、釣れるようなシーズンになります。そのハイシーズンを終えると今度冬になるんですけど、冬でも全くこう魚がいなくなるっていうことはないんですね。冬に近づくにつれて、シーバスの産卵行動でシーバス自体が沖に出ていく割合がかなり増えてしまうんですけど、一気にいなくなってしまうわけではないので、残っているシーバス、それから戻ってくるシーバス、こういった魚を狙うスタイルになります。季節問わずシーバスが釣れるポイント、これの、基本的な考え方なんですけど、シーバスっていうのはやっぱ生き物なので、餌を、食べないと生きていけないんですね。なので重要なのはシーバスがいるところを見つけるためにはシーバスが食べている餌を見つけることがとても重要になってきます。これがシーズンによって異なるので、自分が、釣りに行こうと思っている近くの、釣り具屋さんとかに、そのエリアの詳しい情報、どんな餌が入っているのか、そういったところも含めて、ポイントなどを詳しく聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ここからは実際に、キャストをしながら、投げ方を解説していきたいと思います。まずね、キャストする前に周りにこう人がいないか、キャストの障害になるものがないかよく確認してから行ってください。まず竿の持ち方、このリールフット、これ中指と薬指の間に、持つようにしてください。で、次は垂らし、竿の先からルアーまでの長さですね。これね、ルアー使うルアーの軽さ、重さによって変わってくるんですけど、今つけてるルアーはちょっと軽めなので、よりこう竿に重さが乗るように、垂らしはね、だいたい 5-60cm ぐらいにします。次に、リールのラインが通ってるところ、こうラインローラーっていうんですけど、これをぐるっと回して垂らしが 5-60cm ぐらいになるように調整しながら、
ラインローラーが一番竿に近いところに来るようにします。そしたら人差し指でラインを掴んで、この金属のベール、ここを起こして開けていきます。そうするともう指を離したらルアーが落ちる状態になります。これで、竿を振りかぶって投げる、振りかぶる場合のその竿の角度ですね、まあ、後ろはだいたい2時から3時ぐらいで、振りかぶった後だいたい11時から10時ぐらい、この間で、指を離すようにしてください。でルアーが上に飛んでってしまうときは、指を離すタイミングが早すぎる場合で、逆にルアーが水面に突き刺さってしまうようなときは指が離すタイミングが、遅すぎるってことになるんで、そこは慣れていってください。でちょっと気をつけてほしいのが、使っているラインが P ラインなので、投げた後ルアーが着水するときにこう余計に出てしまうラインを止めてください。これを、フェザリングって言います。もう左手でいいので全体的にこうラインを一回止める、これを着水と同時にすることで無駄なラインが出なくなるので、無駄なラインが出た状態で巻き始めるとふかふかになって次キャストするときに、暴発しちゃうんですね、まあ、それを防止するためになるべく、着水と同時に、フェザリング、左手でスプールを掴んでラインを止めてあげる、これがね意外と重要なんで気をつけてください。もう一回やってみます。今ね説明したのがオーバーヘッドキャスト、上から投げる、投げ方だったんですけど、まあ、今ね立ってる場所もそうなんですけど、時々散歩する人だったりジョギングする人がね来るんですね。そういった時に、まあ、仮に周りを確認するのを忘れてしまって上から投げてると、万が一ね当たる可能性があるので、それを防ぐために、僕がやってるのがサイドハンドキャスト。これは上から投げるのではなくて、横から投げる。横から投げるとこの柵より内側に竿が入らないんですね。そうすることでトラブルがなくなる。その代わりオーバーヘッドキャストより飛距離が、まあ、一般的には落ちるものなんですけど、これは慣れてもらうと結構飛ばせるようになるので、これもねちょっと練習してみてほしいんですけど、投げるときにテイクバックするんだけど、この護岸それから柵に、当たらないようにオーバーヘッドキャストよりちょっと垂らしを短めにします。これでなるべく前に出てテイクバックのスペースを広く取った状態で投げる。はい、ルアーの基本的な使い方、動かし方を解説していきます。これはねフローティングミノです。これを使うときは只巻きって言って本当巻くだけなんですけど、まあ、ルアーによってその使うこの巻いてくるスピードっていうのが異なってきて、まあ、そのルアーそれぞれのベストなスピードっていうのがあるんですね。でこれを明るい時間にこう確認してもらうのが本当は一番いいんですけど、明るい時間に確認してもらってどれぐらいのスピードで、このルアーがちゃんと動いてるかっていうのを確認してください。これが早く巻きすぎると動きが破綻してしまったりするので、そのどれぐらいまでのスピードだったら使えるかっていうのを、まあ、それぞれのルアーでちゃんと明るい時間に見て把握してもらってから使ってください。あともう一点なんですけど、ただ巻きの時の注意点、まあ、初心者の人ってまだねリール巻くのがぎこちなかったり、支えてる竿の手右手、これもねぎこちなかったりするんで、結構ただ巻きの時ってねこうブレがちなんですけど、竿がブレちゃったりするんですけど、そうするとこうルアーがねあの変な動きをしてしまうので、これはね
もちろん慣れが必要なんですけど、なるべく竿先がぶれないように巻くように心がけてください。このただ巻きね、今フローティングミノでやってみたんですけど、いろんなルアーでこのただ巻きって使います。で、例えばこのフローティングミノ、それからシンキングミノ、シンキングペンシル、それからトップウォータープラグでもただ巻きで使うこともあるし、バイブレーションはもちろん、スピンテール、そういったルアーもただ巻きで使います。で、このただ巻きっていうのは、ルアーの本当に基本的な、使い方になるので、あらゆるルアーでかなり頻繁に、出てくる、使ってくる、使うようになる、巻き方になるので、これは必ず、それぞれのルアーの癖を覚えて、アクションを覚えて、ベストなスピード、これをちゃんと把握した上で使うように心がけてください。今度はね、自分からルアーを動かして、魚を誘っていく使い方、これを解説していきたいと思います。で、ここで紹介するのはトップウォータープラグ。もうそのルアーを動かして使うルアーの代表格ですね。ペンシルの一般的なこうベーシックな使い方としては、こう小刻みに、竿を動かして、竿を動かしながらリールも巻いてくる。シーバスの餌となる小魚が水面でこうパニックになっているような状況で、それを食ってシーバスがこう水面に飛び出しているような状況ですね。そういったシーンが見られたら、そのパニックになっている小魚をこのトップウォータープラグペンシルで演出してあげる。次にトップウォータープラグ以外で、ルアーを自ら操作して誘っていくルアー、これを挙げていきたいと思います。まずはね、このフローティングミノー、このフローティングミノーなんですけど、だいたいこう数回巻いて 1,2 回竿を煽る。そうするとこう左右に軌道がずれるんですよね。そこでこう急にこう逃げ惑うような小魚を演出してあげると、ついてきてもなかなか食わなかった魚にこうスイッチを入れることができる。今食わないとっていう思いにさせてやって食わせるっていう使い方ですね。で、そういった使い方をするルアーっていうのは、フローティングミノー以外にも、シンキングペンシル、それからシンキングミノー、それからバイブレーション、いろんなルアーでそういった誘い方をすることができます。はい、それではね、ポイントについたので、これから実調を開始していきたいと思います。時期が春っていうことなんで、初心者の方にもエントリーしやすいこういった足場のいいところで、今回ね、バチ抜けの釣り、バチっていうのはゴカイとかイソメ、タモ類が、海底から這い上がってきて、産卵行動のためにこう水面に浮き上がって、こうぐる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 泳ぎ始める、そんな時期なんですけど、それを食ってるシーバスを今回は狙います。で、使うルアーはフローティングミノーから、シンキングペンシル、でこの2つを、メインで使っていこうかなと思うんですけど、基本的には、スローのただ巻き、本当にゆっくり巻くだけで、釣れる釣りなので、かなり、初心者の人にも、釣り自体はやりやすいと思うんで、ぜひ参考にしてやってみてほしいと思います。はい、じゃあ今からスタートしていきたいと思うんですけど、投げるときは必ず周りにキャスト範囲内に人がいないことを確認して投げるようにしてください。やっぱね、こういう足場のいいところって釣りをする人以外にもたくさん後ろ歩いてたり、こうジョギングしてる人がいたりするんで、必ず確認して、そういう人たちに迷惑をかけないように、キャストするように してください。いるね。で、今日みたいに比較的風が穏やかで、水面がこう見やすい状況だと、
そのバチがね、水面に引き波を立てながら泳いでいるのが見える時があります。でそれをねずっと目で追っていくと、それを食ってるシーバスが見えたりするん でそういうシーバスが見えたら、すかさずそこを狙って投げてゆっくり引いてもらうと、かなり釣れる確率が上がると思います。でそうした水しぶきが見えない時、まあ、そういった時は、流れの変化、流れの変化といってもね、一口に言ってもなかなかこう見つけるのは難しいと思うんですけど、まあ、例えば運河と運河の合流の角とか、何か障害物があってこう流れに変化が生じるようなところとか、まあ、そういったところはこうシーバスが直接餌を食ってるし見られなくても、シーバスがそこにいる可能性っていうのは少し高くなるんで、頑張って狙ってるとそういったところでも食う可能性が高いです。まあ、今回やってるここで運河なんですけど、まあ、こう港湾部とか運河とか都市型河川、まあ、春もね、その春のスタートの頃と後半ってやっぱ状況って違ってきて、春のねスタートの頃っていうのは結構地合いが狭いです。地合いっていうのはそのバチが出て魚が食う時間っていうのが結構一日の中ですごく短いんですね。で基本的に、まあ、バチ抜けでこうルアーでしっかりそれを食ってるシーバスを釣るっていうのは、基本ナイトゲーム、夜ですね、夕方以降から翌朝まで日が昇るまで、まあ、その中で大体行われるんですけど、その初期の頃っていうのは基本的には大潮、中潮、まあ、せいぜい小潮の最初の方とかの夕方からやっぱ数時間っていう短い時間の中で、食うような釣りなんですよね。でそれが後半になってくると、まあ、そういった潮回りだけでなく小潮の後の長潮とか若潮、まあ、そういったこうあんまりこう潮の動かない日でもバチが出て、シーバスが食ってたりします。でもちろん、釣れるんですけど、その初期の頃は下げ潮、その満潮からの下げ潮がだいたいメインだったのに比べると、後半っていうのは下げ潮だけじゃなくて上げ潮でも食ったりで、地合いが長くて満潮から干潮までギリギリまで結構バチが出っ放しで、魚がついてて、まあ、もちろん、一番いい時間帯はそのシーバスの数も多かったりするけど、それでも少なからず干潮でも、釣れるような状況が残ってたりっていうのが結構いろいろあるんですよね。でやっぱ初期の頃に比べると後半っていうのは特にいろんな場所で釣れます。まあ、港湾部都市型河川含めていろんな場所でそのバチの釣りが成立する、ようになってきます。でそんだけ幅広い場所で、まあ成立するので、やっぱり後半にかけて行けば行くほど初心者の人でもそういったバチを食ってるシーバスに遭遇しやすい、そんな状況が生まれてくるんですね。バチの釣りしてると当たりがあってもこうかからないこととか、まあ、時々出てくると思うんですよね。でそういう時っていうのはなんでかからないかっていうと、ルアーを引いてくるその層だったりとか深さ、潜る深さだったり、あとルアーの動き、ルアーのアクションが違くてこうちゃんと深い食い込みにならない、それからあと巻いてくるスピードですね、これが合わないとやっぱどうしても食い損ねちゃうんで、カラーを変えます。まあこうね、ルアーの色に関しては正直答えがなくて、すごく簡単に釣れる時だったら何色でもいいです。ほんと一色持ってってもらえればそれで十分一匹釣れると思うんですけど、でまあ、時と場合によってすごく色に偏る時があるんで、本当は複
数色持ってた方がいいですね。じゃあとりあえず1色だけ何か選んで持ってけっていうんだったら、まあ、派手めの色の方をおすすめするかな。おっしゃ、来た。当たりがあったらこうやってロッター折って合わせて、で今ドラグをねちょうどいい状態にしてるんで、自分の場合はね途中で少し緩めてあげる。バチの時って使う針が少し細いのでちょっと緩めてあげる。あともゆっくりファイトですね。シーバスってこうジャンプしたり、あとルアーを外そうとして水面でこう口を振って暴れるんですね。その時にルアーがやっぱ外れやすいので、でもそれがこうエキサイティングでもあり面白いこうシーバスのかっこよさでもあるんで、自分はねそうやって跳ねるシーバス見たかったりもするんですよね。で今走ってる時は無理にリール巻かないで、で弱ってきてちょっと浮き始めたら巻いて、走ってる時は止めて、でこっち向かってきたら少し巻いて、これを繰り返してると少しずつ弱ってくるん で動きが鈍ってきたなと思ったら水面に浮かせてランディングです。これいいサイズ。で頭からすくうように、やっぱねネット見るともう一回暴れるんで何度かトライして頭からすく。よし、おいいサイズ、ね、小遊丸にしては結構いいサイズですね。やったー、バチ抜けのシーバス70ギリギリないぐらいかな。でバチが泳いでるスピード見ると結構速く泳いでるんで、速く巻きたくなっちゃうんだけど、そこをこらえてゆっくり巻いてあげるとちゃんとついてきて食ってくれるんですよね。やっぱねこの時期ならではの釣りなんで、この時期が来たら絶対やりたい釣り。魚掴むときはフックが危険、手に刺さったりする可能性があるので、フィッシュグリップで掴んで、でこれでもって針を外すようにしてください。わ、元気。で魚がね大きい時はなおさらなんですけど、ネット使って逃がすと、魚もダメージをね受けにくいんで、これでこう魚が自分で泳ぎ出すまでちょっと待ってあげて、で今ねこうまだびっくりして横向いちゃってる状態なの でしばらく待ってあげて、そうすると自分でねこう泳ぐようになっていくんで、こうやって戻るようになったらもう大丈夫です。いけるかな。よし、今回はねバチ抜けの釣りをこの港湾部運河の中でやってみたんですけど、まあこれをスタートに、シーバス興味持ってもらってやってもらえたら嬉しいなと思うんですけど、まあバチ抜け以外もねいろんなシーズンあります。夏は夏の釣りがあるし、秋はやっぱハイシーズンで、かなり、バチとはまた違う釣り方で、面白い釣り、まあ、昼間にもね釣れたりするんで、まだまだいろんな釣りがね、紹介しきれないほどあるんですけど、まあ、今回バチ抜けということで、かなり初心者の方にもエントリーしやすいこういう足場のいいところで、やらせてもらいました。皆さんも、この動画を見て興味持ってもらえたら嬉しいです。